今あのこの地球上に起きている環境問題、貧困問題、さまざまな社会問題、その根源にはお金の問題があるわけです。我々はお金のために森を破壊し、海を破壊し、そして格差を作り、奪い合い、エネルギーも食べ物も奪い合って、そして人権も無視されていくっていうのの根源のところにお金というものが僕たちの中にこうあるわけです。でもそのお金って何だろうっていうことを問いかけるのがベーシックインカムなんですね。つまり我々が生きていくための最低限のお金というものがあの我々に保障されてたとしたら、じゃあ僕たちはどんな社会を作るんだろうかっていう、想像力が働くわけですよ。で、今年はのベーシックインカム元年だと思うんですって僕言ってるんですけども、実はその去年そのスイスでエノ・シュミットさんがその国民投票、ベーシックインカムの国民投票っていうのをやったわけですけれども、党まで持っていったわけですけども、そのベーシックインカムの国民投票の結果としてはそれは過半数には至らなかったんだけれど、そのことによってスイス中の人、それからヨーロッパ中の人がベーシックインカムって何っていうね、あのことで、今の時代ですからベーシックインカム何って言ったらまずみんな検索するんです。今は風俗関係のお仕事です。やり始めたのは18歳からです。夢だった学校にも行きたくて、学費もこともあってやり始めました。お聞きしたいんですけれども、はい、安倍さんは日本にベーシックインカムが必要だと思いますか？そうですね、基本的にはあった方がいいと思います。For struggle and civil war and all that what we will have, the thinking of an unconditional basic income is absolutely against this thinking that makes the society going apart. And the socialists and communistsThey did a lot to that we have now this gap. So they're against, but they built it by fighting against each other. That is not the future. Communists and socialists. So appreciation for them, but they are constructing this class struggling, and they are losing always.そうですね、日本の医療費を除く社会保障費っていうのは75兆円になる。1人5万円で、その中に医療費の中で生活保護費の医療費が3兆円ある。3兆円、しかし配偶者控除とか扶養控除とか控除類を除くとね、結構それにプラス35兆円ぐらいあるんだ。そうするとそれを人口比で子供も老人も全部入れて割ると1人8万円増税しないで支給できる。1人の家族で子供2人夫婦いて32万円もらえたら、だから日本では実現可能な、不安定な就労に苦しんでいる人、過剰な性別役割分業の中で、苦しんでいる人、あるいは障害を持っていて制度の狭間に落ちてしまって苦しんでいる人、そうしたいろいろな苦しみをベーシックインカムだけが解決できるとは思いませんし、ベーシックインカムで全て解決できるとも思いませんが、一つ一つの課題にはいろんな解決の選択肢が、あると思うんですけども、根本の生き方さ、なぜ私たちこんなに苦しく生きているのかというところを変える一つの大きな力がベーシックインカムにはあるだろうというふうに思っています。ベーシックインカムだけにあるとは思ってませんけれども、資源を取りすぎてそれによって大量合衆して文明崩壊、もう一つ例えばローマ帝国と中国の反帝国同じこと見られたんですけども、極端な格差によって社会的な不安がになったわけ。一部の超金持ちが昔は不動産土地を全部所有するようになって、で自分たちの、権限を守るためどんどん用心棒を増やして、で一線を越えるとこう
移住不可能なところになって、それでまたあの文明の崩壊と人口の、すごい、2割とか3割死んじゃうような事例が歴史的に確認取れてるんですよ。今のアメリカ、まあ、欧米社会特にそうなんですけども、同じような現象を見られて、あの極端な格差が今起きてるんですよ。で、昨日中近東にあったその制度でジュビリーっていうのがあったんですよ。で、確かに70年に1回か50年に1回全ての借金一旦取り消す、さらに、不動産を再分配する、で要はみんな平等にしてリセット。さっきあなたに会